ノーフォーク、ノーフォーク DL-1 はアメリカ海軍初の共同駆逐艦。新世代の対戦巡洋艦 CLK のプロトタイプとして1948年度で建造されたが、建造途上の1951年共同駆逐艦に種別変更され、1955年には艦視記号はそのままにフリゲートと解消された。 その名を持つ艦としては二世紀目。同型艦はない。連合国軍は大西洋の戦いで莫大な出血を強いられたものの、1945年までに浮上内しろ板だきした潜水艦はもはや重大な脅威ではなくなっていた。しかし対戦後、ドイツ海軍が建造していた U-BOT-21 型を接収したアメリカ海軍はその高性能に驚嘆した。 同艦の前では、大西洋の戦いで勝利を収めた、対戦戦部隊はもはや時代遅れの遺物としており、接収艦を用いて行われた、模擬戦では、重巡洋艦を含む有力なイギリス海軍部隊に、対して、何らの抵抗も受けずにいいと模擬攻撃を成功させて、見せた。この状況に対し、アメリカ海軍 X は、直ちに対策の策定に入り、 対戦紹介にあたるソナーピケット艦を提唱した。海軍作戦部長府、アプナブでの検討の過程で、これは高性能対戦艦へと成長を遂げた。同艦は、高天下でも高速力を維持でき、また、ソナー性能を確保するための深い喫水と、水中放射雑音低減のための体系、低回転プロペラを備えることとされている。設計にあたっては、 アトランタ級憩巡洋艦を発展させた重構造艦と、とミッチャー級駆逐艦を発展させた軽構造艦、の案が作成された。これらを比較検討した結果、1947年2月、基本計画審議委員会 SCB は重構造艦をリコメンドした。これに基づき、1948年度で対戦巡洋艦、C、 LK2 隻が建造されることとなった。この一番艦が本艦である。なお、CLK という艦種は、本艦の建造途上の1951年に廃止され、本艦は共同駆逐艦に種別変更され、1955年には艦種記号はそのままに、フリーゲートと解消された。また二番艦の建造は、1949年には棚上げする決定がなされ、 1951年に中止された。蒸気の経緯より、船体設計は1938年度で防空巡洋艦として建造されたアトランタ級を発展させたものとなっている。高天下でも高速を発揮できるよう、船体にはラグが付され、船体全部の還元を増大させた。また着氷による船体上部重量増加に備えて復元性確保が図られており、 横メタセンター高さ、GM 値は70.1センチとなった。また核攻撃を想定して、環境構造物は密閉され、大爆を考慮した設計とされたほか、放射性効果物を洗い流しやすいようにデッキには、キャンバーが付されている。本艦は、巡洋艦の設計基準に基づいて設計されており、船体は二重船角、ダブル貼る構造とされた。内角板は、 第2パ板まで延長されている。またうち、外角板ともに、船体中央部では、部分的に ST、STS 高調力鋼が導入されたほか、主パ板も STS 高調力構成とされている。ボイラーとしては、バブコックウィルコックス式水管ボイラー4管が搭載された。蒸気正常は、圧力、温度であった。水中放射雑音低減のため、 推進機としては 175rpm の体系、低回転プロペラが採用された。原型となった、オークランド級は 280rpm、また、同世代の駆逐艦では 350rpm で、あったことを考えると、驚異的な低回転数であった。やはりノイズ低減のため、火事は一枚火事とされた。対戦艦として設計されたことから、大型の船体にもかかわらず、 旋回計は30ノットコ掃除にとされた。電源としては、タービン種発電機、出力7 5 0ット4機に加えて、非常発電機のみで、対戦兵器のうち半分、または70口径76ミリ7 6トル、連装速射砲1機を稼働させられる出力が要求された。戦時計画の駆逐艦で搭載されていた出力100。 キロワットのディーゼル発電機では全く不足であったが、本館で当初検討されていた出力500キロワットのディーゼル発電機を据え付けるには、甲板が不足であった。結局、出力300キロワットのディーゼル発電機2機が搭載された。上記の経緯より、本館はまず第一に対戦艦とされた。ソナーとしては、捜索用には、新開発のスキャニングソナーである、QHB。 攻撃用には高周波、高解像度の案、SQG-1 を搭載した。また、対戦兵器としては、新開発の MK-108、ウェポンアルファ 324mm 対戦ロケット砲と MK-35 誘導魚雷を搭載した。また、対水上用の MK-17 魚雷の搭載も予定された。これらの対戦兵器を完成する水中攻撃式装置。 UFCS としては、MK-102 を備えた。一方、対空兵器は自衛用程度とされた。艦砲としては、新開発の広角砲であるを、MK-56 砲射撃式装置を組み合わせて、搭載する予定とされた。 ただし70口径7 6ト、mm、ル連装速射砲の開発は遅延していたことから、当初は標準的な50口径7 6ト、mm、ル連装速射砲 MK333 インチ砲を搭載し、1959年に完走した。1959年11月には、アン、SPS-37 対空捜索レーダーとアン、 SPS-30 広角測定レーダー、ターターシステム、または、性能限定版テゲアを搭載するとともに、324mm 対戦ロケット砲2機を、バーターとして、アスロック対戦ミサイルや、QH-50 ダーシを搭載する、近代化改修案が作成された。その後、1960年代中盤の台本、システムの開発中止によって素分の予算が浮き、また、 前進作による艦隊防空能力の向上が急務になったことから一度は1966年度でテリア搭載 DLG として改装する予定となった。しかし本艦は1957年よりアン SPS-263 次元レーダー1960年からはアスロック対戦ミサイルの試験艦として実験任務に従事していたことから この改装案は撤回され、実現しなかった。ノーホークは1949年9月1日に、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港する。1951年12月29日に、ベティキング・ダックワースにより命名、浸水し、1953年3月4日に、クラレンス・マシスン、ボーリー艦長の指揮下収益した。 1954年2月のカリブ海での調整巡航後にノーフォークは大西洋艦隊に配属され、1955年から1957年の間に第2、第4、第6駆逐艦隊の機関任務に従事した。1956年から57年には大西洋艦隊駆逐艦部隊の指揮官となる。1957年6月にノーフォークは、 大西洋艦隊最高司令官ジェラウレド、ライト帝督の機関として国際観越式に参加する。1955年後半には主艦の爆発事故を起こす。1960年5月10日、ノーフォークはサリバンズと共にフロリダ海峡をパトロール中にキューバの小型艇から攻撃を受けた。1961年秋には、 第二巡洋艦駆逐艦隊の機関として、うなたすいーに参加する。同演習では、ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ペルー、チリ、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジルの各海軍艦艇とともに、対戦水艦訓練を行った。ノーフォークは、南大西洋軍司令官の機関として続く5年に、わたって同任務を繰り返した。1962年のみ、 大西洋艦隊寿命艦駆逐艦部隊司令官の機関として参加した。ノーフォークは1966年11月28日から12月16日まで機関としてランフレックス66に参加する。この演習の間にノーフォークはソ連の牽引船レピターとティアビリットを追跡した。1967年の秋にはウナタスバイブに 南大西洋軍司令官の機関として参加し、対戦水艦戦能力を再び実証した。ノンフォークは1968年4月17日から10月15日まで中東軍司令官の機関任務に従事する。この任務ではバーレーン、ツリオソマリランド、サウジアラビア、エチオピア、ケニア、セーシェル、モーリシャス、マダガスカル、インド、パキスタン、オーストラリア、 ニュージーランド、タヒチ、メキシコ、パナマ運河地帯を訪問した。1968年10月にノーフォークはバージニア州ノーフォークに帰還し、1970年1月15日に退役、大西洋予備役艦隊入りした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。